福岡言語カードのアニメ最終準備で、はい、皆さん、今回の動画では私が前に1回紹介したことがあるコウキさんっていう方がいるんじゃないですか。最近韓国で久しぶりになんかオーディション番組が始まりましたけど、サイさんとサイさんご存知ですか？オパガンナムサイ、その曲のサイさんとJY パクさんが2人でボイスグループを作るプロジェクトのオーディションなんですよ。一番話題になっている人がコウキっていう日本の若い子ですよ。方ですよ。この方のダンスがすごくて、結構この一人がすごく圧倒的にちょっと話題になってるって感じですね。このオーディションで。韓国のオーディション番組ですごく活躍してる日本の人ですけど、その方がもう今回もマジで素晴らしいパフォーマンスを見せて、もっとなんか韓国のファンがめちゃもっと増えました。それで、このコウキさんの韓国の中の人気はもうすごいですよ。多分、ラウドっていう、そのオーディション番組は日本でも多分放送されるっていうニュースを見たことありますので、もうすでに見てる方々も結構いると思いますけど、とにかく私がこれを見て皆さんと一緒に見たいな、絶対なんか紹介したいなと思いまして、とりあえずこの動画から見てみましょうか。そして、はい、とにかく見てみましょうか。すごいですよ。お願いします。せーの、レッツゴー。これは練習中になんか JY パクさんがこうした方がどうみたいな感じで。これはこの曲はストレイキーズの神メニューっていう曲ですね。この曲私は知らなかったですけど、めちゃいいですね、この曲。私はコウキさん、このパフォーマンス見て、コウキさんは絶対いつかスターになれると思いましたね。表情とか、単純にダンスがうまいだけじゃなくて、こういう表情ですね。こう目を引く。こういう能力ってアイドルに必ず必要なんですよ。顔がイケメンとかより目を引く自分ならではの魅力がある。そういうのが重要なのがアイドルだと思いますけど。本当にもう年が今12歳だっけ？13歳？とにかくもうすごくないですか？もう小さい巨人みたいな。そして余裕がありますよ、表情で。楽しんでる。そしてこういうなんかダンスの角度って言いますか？そういうのが違いますよ、ちょっと。JY パクさんも満足の表情出ましたね。これめちゃかっこよかったですね。このところ私大好きですよ、ここ。よかった。これ本当に良かったですね。JY パクさん絶対なんか欲しいっていう 目ですね。ミーさん見てる時のあの目と一緒だと思いますよ。はい、とにかく私が韓国でこのコウキさんに対してのコメントを少し読ませていただきますね。とりあえず本当に人気はすごいですけど、もうなんかコメントをとにかく読んでいますね。コウキはレベルが違う。なんかダンスのなんか表現力とか、ここではなんかダンス専門用語がありますけど、私が伝えることはできなくてすみません。でもちゃんとパワーも持ってて、パワフルにももうすでにダンスできるし、そしてコウキのみたいな子は一人にいる時もっと輝くタイプだと思う。だからなんかソロ活動もなんかできるんじゃないみたいな反応らしいですよ。そして声も若干低音で魅力があって、ラップも似合う声で、歌もちょっと練習したら上手になれると思いますっていうコメントもありますし、だからこの方も惚れましたよ。本当にダンス、歌、表情、カリスマ、痛い、できないのが何？普通には子供みたいに可愛いけど、ダンスするときは目が変わる。そしてハングルで「すごい」って書いてますね。そして次のコメントは、これは英語のコメントでした。なんかコウキさんの歌とかラップが正直心配でしたが、なんかこの番組を見て、このステージを見てから自分がバカだったと、それを気づきましたと。だからもうラップも歌もできるんだっていう感じで、自分がちょっと疑ったのがバカだったみたいな反応がありました。そしてコウキ投資がまだ若いっていうより何だろうかな子供だけど、必ず韓国でデビューしてほしい。ボーカルもあれぐらいならいいと思うし、一体私はだから自分はコウキから目が離せない。何十回見ても飽きない、やばいっていう感じで、コウキ。そして次のコメントは、コウキがずっと目に入るな。一人でステージするときはわからなかったけど、グループでしたら確実に目を引く何かがあるねっていうコメントもありますね。さっきのなんか最初のコメントとはまた違う感じで、逆にダンスなんかグループの中でいるから、もっとなんか目がいく、なんか目立つ、そういうところがあるって感じの意見ですね。次のコメントは、コウキは角度がなんかちゃんとできている。なんかダンスするとき本当にちょっと表現をどうしたらいいかな。ダンスするとき例えばなんかとにかくこういう角度が本当にレベルが違うっていう感じのコメントでした。ライン、ダンスラインとかですね。コウキの歌声なんだ。歌声まで魅力あるとどうしたらいいとっていう感じで。次のコメントは、コウキは見れば見るほどかっこよすぎる。そして振り付けまで作ったなんてすごい。コウキのボイスがすごい。だから声ですね。歌も上手だし、ダンスも上手だし、そしてもうまだ若いのにパワーもちゃんと持ってって、パワフルで、でもある時は水のように、水が流れるように柔らかい、そういう動きを見せるのが本当に素晴らしい。そしてこの方はもう確実に自分の意見を言ってますね。簡単にコウキは無条件に成功するわって感じで。次のコメントは、コウキは本当に絵文字でこれ。コウキのおかげでこの番組見てるし、投票までした。投票もしてますか、すでに。とにかく次のコメントは、コウキなんでこんなかっこいいって感じで。次のコメントは、なんだコウキ、お、この方怒ってるらしいですよ。歌も上手なのってはい、次のコメントは、コウキ日本に帰らないでって書いてますね。そして皆さん、とにかく YouTube に皆さんが探してみたら、コウキさんの今回の神メニューっていうこの歌のパフォーマンスが推しカメラの感じで撮った動画がありますので、それもぜひ見てくださいね。私正直ちょっと一回鳥肌立ちましたね。こうキックした時、それなんていうかな、この韓国で日本の人じゃないですか、本当に。そしてここに参加してる方々、本当に全部本当に実力ある方々の中で、自信を失わなく、ちゃんと自信持って自分の実力を見せる、緊張しなくて自分の実力を見せることも実力ですね。例えば本当に実力があっても、この本番でちゃんと自分の実力を 100% 見せることができない人もいるんじゃないですか。でもそれを 100% 見せる能力を持ってると思いますよ、コウキさんは。からスター性があるってことですね。はい、皆さん最近ちょっと天気が暑くてなんか日本語で喋ってますけど、なんかちゃんと喋ってるのかその意識がないですね。大丈夫かな。めちゃくちゃ暑いですね最近。あ、皆さん、そして私の家の前に今終わったかな、ブルピンのジスちゃんが来てますよ。やば、嘘じゃないです。この人いきなり何の話、ドラマの撮影してますよ。それで見に行ってみようかなと思いましたけど、暑くて行かなかったですよ。はい、とにかくドラマ撮影中です。ここでとにかく皆さん、私が前に上げたコウキさんの動画もありますし、他の日本の参加者の動画もありますので、ぜひ見てない方々はそれを見てくださったら嬉しいと思いますし、これからもコウキさん、特に私はコウキさん推しですよ。それでコウキさんのパフォーマンスに対してこれからもアップロードすると思いますので、はい、よろしくお願いします。もしこの動画が楽しかったらいいねボタンといいねボタンを押してくださったら嬉しいですし、チャンネル登録もしてくださったら嬉しいです。ってことで。